でも僕の対戦相手はトリックスターで一番の小物か。小物の中の小物ってことじゃん、ザコム。こんなの倒したってちっとも会長に自慢できないな。なんかひどいこと言われてる。確かに僕はトリックスターで一番歌も踊りも下手だけど、でも正直よかった。他のフィーネのメンバーや泉さんや大神くんに比べたらちっとも怖くない。可愛くてちっちゃな子が対戦相手でほんとよかった。これなら僕もビビらずに全力を出せる。見てろよちびっこ、僕だってやればできるってことを証明してやる。頑張るぞ。お子ちゃまなんかに負けないもんね。お前何か失礼なこと考えてない？生意気すぎる。めっためたにしてやるからな、ゴミクズめ。坊ちゃま、舞台上です。くしぎたない発言は控えてくださいまし。観客の皆様に聞こえてしまうでしょう。恥ずかしい。うるさいな、奴隷のくせに。いい気分なんだから黙ってろ。でもまあ、僕たちが万が一にもありえないけど負けても最後には会長が控えてるしね。何があっても全部ひっくり返してくれるに決まってる。下品な山猿どもに我ら生徒会の盤石なる帝国は決して覆せないよ。その通りだよ、可愛い通り。さて、こうしている今でも少し不思議だよ、トリックスターの諸君。君たちとこうしてステージで向き合っていることがね。僕たちは友達になれたかもしれないのに、どうしてこんな事態になってしまったのだろうね。同じ学院の生徒なのに、などと
倒壊するのもわざとらしいかな。本音を言うと、遠からずこんな日が来るんじゃないかって思っていたよ。君たちを初めて見た時に、あの暁と君たちが対戦した舞台を観客として目撃した時にね。君たちは特別だ。だからこの舞台まで上がってこられた。この天璋院英知が称賛しよう。君たちは最高だよ。その夢を、推進力を取り込めたら、僕はもっと強くなれる。素晴らしい。これ以上ないこの皇帝への貢ぎ物だ。心ゆくまで味わわせてもらうよ、君たちの夢を。のんきに構えてられるのも今のうちだぞ、生徒会長。俺たちの夢はあんたなんかに飲み干せない。巨大で無限大だ。それを証明してやる、この舞台で。下克上だ、いいや革命だ。明日からはみんながキラキラした笑顔になれる夢の先学院になる。革命ね。政治の何たるか、統治の何たるかを、頂点の孤独を知らない坊やが随分威勢のいいことを言うじゃないか。言うだけなら無料だしね。あんたは確かにすごいよ。天才で最強のトップアイドルだ。だけどあんたの光がどれだけ強くても地上までは届いてない。みんなが輝けるようになれば、この夢の先学院はもっと明るくなる。太陽が出てきたみたいに、もう寒さに凍えて震えるやつもいなくなる。俺はそんな夢の先学院を作る、このライブで。あんたに勝って証明する。そのためにここまで来たんだ。そうだ、ようやくここまで来た。北斗、誠、真央、転校生、俺たちはここまで来た。あとは歌って踊って奇跡を起こすだけだ。
いいだろう。もはや言葉は無用だね。どちらの理想が正しいか、どちらの信念が強いのかは神のみぞ知る。決着をつけよう、トリックスター。始めようか、僕たちのステージを。響かせよう、僕たちのアンサンブルを。